3年結成以来新選組は京都守護職会津藩お預かりとなり、武力をもって京都の治安を取り締まることになる。しかし都の人々は三浦の狼、三浦と呼んでこれを恐れた。健之助はこっちに来てるみたいですよ。本当か？ええ、東堂さんが長州屋敷で見たそうです。あら、人が切られた。また切られた。あれ、どうだどうだ。どうぞ。あ、見てみろ。みなりから見ると公家に仕える雑匠といった男のようです。雑匠は近頃では公家の用心棒代わりだ。なかなかの腕利きを揃えてると聞くが。旦那さん。うん。なんだ、見覚えでもあるのか。へ、九条関白様にお仕えする野沢立脇いう御仁です。相手は何人だ。6人でございます。見ていたのか。特徴は？3人は長州なわり、2人は道州の風で、直に手下したのは武州なわりで、ここに傷が。七里健之助か。どっちにいた？というより、あのポント町の通りを悠々と。はい。よろしく伝えろ。
三人。一人逃げられた。八王子の昼間道場で見かけたやつだ。よく聞け。身分の土方と沖田である。先ほどポンタ町あたりで九条関白家の家来野田立脇殿を斬った凶賊が当家にて酒宴を張っておったので、絡め取るべきところを手向かいいたしたりによって切り捨てた。一人は手を引いて逃亡、四人は即死。会所へは後ほど届け出る。新選組は今日の治安を乱す者は切る。多分七里健之助も出てくる。ここでケリをつけよう。分かっています。しかし驚いたな。何が？土方さん、田舎の喧嘩をこの花の郷にまで持ち越すつもりですか？決着はつける。それが切にだ。土方さんにかかっちゃ天下国家も味噌もなんとかも一緒くただ。俺はただの喧嘩師だ。政治家じゃねえ。ええ、おそらく日本一の喧嘩師ですよ。ただ押村区は土方さんには喧嘩があって国事がない。その悪口あの山並さんなんか言ったか。いいじゃないですか。どうしてそんなに嫌うのかな。土方さんにはそれだけがたまに傷だ。俺にはお前がなんであんな狐の肩持つのかわからねえ。掃除、来たようだな。後ろですか。うん、二人、いや三人だ。前にもいますよ。掃除。掃除、多いな。どうします。一人はいない。待て！
かに要職にあろうとも祇園、本願寺、知恩院、この三つのうちの一つにでも憎まれたらもうそれで失脚ということがあるのをご存知か。いや、拙者一向に無縁です。うん、さようか。いや、これは代々の諸子大や自役人が歌いなした諸星君なのでござるか。それ女子と僧侶はいかなる検問の悲劇があるやも知れず、彼らの陰口は思わず高いところまでも届くものだと。近藤先生、実を申すと我が主人が。何？会津中将松平片森様が。片森様が何と？芹沢先生のご行状一切我ら下々の者よりよく存じておられる。両先生、多くは申しません。この一時十分にお含みくだされますように。しかしとし、芹沢官は新選組の局長、もっと言えば新選組の顔だ。だからなんだ。だから芹沢官は天下に届く上位骨髄の烈士ということになっている。だからなんだ。だからやみやみと切ってよいものだろうか。近藤さん、罪あるは切る、強打なるは切る、大法を乱す者は切る、大名を汚す者は切る。これ以外に我が新選組を不学の高木に置くすべはない。とし、では聞くが、俺がもしその四つに触れたとしたら、この俺を切るか。切る。切るか、とし。切る。しかし、その時は土方歳三の生涯も終わりだ。あんたの死骸のそばで腹を切って死ぬ。宗司も死ぬだろう。天然理心流も新選組もその時が最後だ。
赤沢君は提灯を持って出たこと下男に尋ね、しかと炭屋の提灯であろうなとしつこく念を押したと。以上ですか。分かった、下がっていい。あ、山崎君、分かってるだろうが他言は無用だ。ご指揮を妨げるようですが、新選組のためにご決断をいただきに参りました。決断？さよう。私にか？無論です。土方君、君は副長職だ。少し慌てたいまいか。組には局長職を取る者は3人いる。芹沢先生、近藤君、それに私。軽微な要件ならばいずれの局長に相談してもらっても構わん。わざわざこんなような場所まで来なくてもよいではないか。いや、芹沢局長、近藤局長には相談済みです。我が新選組を支配している者は芹沢先生でも新見先生でも不肖この近藤でもありません。五体を持っている人間は誰も我が体の支配者ではないのです。では何だ。指導です。では聞くが、指導指導と君らは言うが、近藤君、君の指導とは何だ。と言いますと。君や土方君は知らんだろうが、我ら水戸藩にも指導というものはある。幼少の頃から叩き込まれたもんだ。無論長州藩にもある、薩摩藩にも土佐藩にも会津藩にもある。その他諸藩にもある。藩によって多少は異なるが、下の者を主君のために死ねるということだ。これが指導だ。近藤君、君の言う指導とは誰のことだ。新選組の主君は。さよう。新選組の主君とは指導です。わからんご人だろう。さっきから言ってるように、主君から離れたら指導というものはないのだ。主君を持たる新選組は何をもって指導とするか。どうだ近藤君。とにかくこの件は新選組局長お三方のご了承なしにはできぬことです。ああ、私は構わない。それなら君たちに任しとこう。確かに、私にお任せ願いますか。くどい、不審にごもない。結構。では要件を申し述べる。新見先生、この場で切腹していただきたい。お待ちなさい。たった今それをご了承いただいた。武士に二言はないはずです。土方心得ています。解釈の立場はこの土方歳三が取ります。なぜだ。なぜ私が。新見錦先生といえば、かつては水戸の志士として江戸では鳴らしたお名前です。どうか武士らしく。龍はお任せ願ったはずです。芹沢局長、近藤局長、そして新見局長、この三局長のご裁断に従い、水戸脱藩浪人新見錦は押し込み金品豪勢を働いた角により切腹を仰せつけられます。待て、豚所に戻る。どこの豚所。知れてる、二部堂。あなたはまだ新選組局長のつもりでいるんですか。すでにそれは剥奪かつ除籍されている。それを裁断したのはさっきまでここにいた局長新見錦だ。今ここにいるそれと似た御人はすでに局長ではない、不定のスロー人新見錦だ。
乗れ、土方。切られたいか、新見しきり。私は武士らしく切腹させてやろうとしてるんだ。この御恩状は会津中将様から出ている。この刀はあんたが切った赤沢森人の差し料だ。この一刀でご解釈申し上げる。刀を捨てなさい。お助けを。こんな。土方、見ろ。ごめん。新見先生、こういたします。
旅金野口賢治の切腹をもって結成以来の同志芹沢一派は壊滅した。五箇条、一つ指導に背くまじこと、一つ局を脱することを許さず、一つ勝手に金策いたすべからず、一つ勝手に訴訟を取り扱うべからず、一つ私の逃走を許さず、右上場愛背き候者は切腹申しつくべきそ。おい、まだ不足がある。もし大使が公務によらずして町で大概の者と争い、敵と刃を交わし敵を傷つけ、しかも仕留め切らず逃がしたる場合どうなる。切腹。そりゃ酷だ。相手を傷つけただけでも手柄だってのに、相手を殺さなかったらお前切腹だ。さすれば必死で戦うようになる。戻ったらお前相手を傷つけずに逃げ出した方が得って考えになるぜ。それも切腹。どうして。第一条、指導に背くまじこと。それが嫌なら切腹。おい、トシ、少し厳しすぎやしねえか。そんなことしたらみんな逃げ出して誰もいなくなるぜ。それも第二条、局を脱するを許さずによって切腹。なあ本田さん、大使の中には武士の出てない者が多い。早い話、俺とあんただってそうだ。体を引き締めるには指導しかない。いいか近藤さん、本物の侍より本物らしい侍、本物の指導より本物らしい指導だ。体の隅々までこの指導を徹底させ侍になる。体を確固たるものにする道はこれ一つだ。確固たるものにする道。しかり、本物の侍より侍らしい道。しかり。それが切腹か。そうだ。指導は切腹をもって成就する。いつでも死ねる覚悟、それが指導だ。いや、トシ、お前の言う指導とは一体何だ。指導は諸藩にある。水戸、長州、薩摩、土佐、会津、各諸藩によって多少違うが、要は指導とは主君のために死ねるということだ。トシ、お前の言う新選組の指導とは何だ。新選組は何のために死ねる。指導が切腹か。トシ、お前の指導は何だ。近藤さん、誰に吹き込まれた。新選組の大看板のあんたがそんなことでは困る。新選組の指導とは節だ。男としての義、人間としての律だ。我が大義には誠とある。近藤さん、指導を全うしなければ侍にはなれん。無論大名にもなれん。俺はそのために働いてる。近藤さん、あんたを大名にするためにだ。邪魔な者は切る、死んでもらう。どうし、おめえ仲間を切るのに本当に迷いはねえのか。近藤さん、あんたにはあるのか。何も言うな。
よし、おめえ仲間を切るのに本当に迷いはねえのか。日野の頃から誰も知らないところで苦をなさる。ちょっと皆さん知れば迷い、知らねば迷わぬ恋の道。バカ、いて恋って書いてあった。まあ思い切ってやったな。俺は違うんだ。何なんでしょう。知れば迷い、知らねば迷わぬ法の道。土方さんはかわいいな。出ていけ。その句誰を読んだものです。え？え？掃除。なんです気持ちの悪い。見たぞ。誰だあの娘。え？とぼけるな。お前が三日と明けず鴨川のほとりで相引きしてるあの娘だ。ん？いや、そんなんじゃありませんよ。デリデイ？入った。あ、そうそう。私は昨日珍しい人に会いましたよ。この話はタダで教えるわけにもいかないかな。何言いやがる。もったいつけるのは誰だ。おさいさんです。暗証院の山門前でばったり会いました。私はあちらを知らなかったんですが、呼び止められて沖田様ですねと。それで何と言った。土方様に一度お会いしたい、ぜひにお伝えしてくだされ。どこで。痛い。そのように乱暴にされて。やはり九条家に勤めているのか。はい、それが。嘘だろ。なぜです。体が変わってる。それにこの家だが、人が住んでるにしてはカビ臭い。家具も少ない。この家は私がお里下がりの時に休息所代わりに使っているだけですから。近頃の今日は怖い。そなた顔だけは武州御社名字のさえと言われた女に紛れもないが、どこぞに尻尾でも生えたらしいな。まあ、さえ殿、そなたは風の女だ。だが今宵はそよとも吹かん。
ご亭主は長州人か。せっかくお招きいただいた罠で申し訳ないが、今一つ興が乗らん。この襖の影の御陣へいずれ日を改めたと伝えてくれ。会わぬ方がよかった。脱走が出た。誰です？除菌だから始末はいい。酒井兵庫だ。酒井、あの男が極中ハットが怖くなったと漏らしていたそうだ。怖い？あの男は優しい男だからな。優しいなと、臆病なだけだ。局長、まさか酒井を。どうかね、山並君。学があり、知も才もある男です。切るには惜しい。学がどうの、知才がどうのと論に及ばぬことだ。脱走臆病は指導不覚悟。局長、局長自ら局中ハットを忘れてもらっては困る。指導覚悟を持って来て。酒井君、見苦しい。見苦しいのはどちらです？一人を切るのに4人がかりと。あなた方は新選組ですね。ほどいてもらおう。なぜ人を切るのです？なぜ切らねばならんのです？なぜ人を切るのですか？土方さん、私は死ぬのが嫌だ。それがなぜ悪い？死にたくない。土方さん、あなたに人の心というものはないのですか？子供たちのために蛍を取ってくれたことがある。あの時のあなたの目は、あの優しさは。問答無用だ。土方さん、あなたは自分の優しさを切るのか？あの綺麗な蛍の。酒井君、覚悟だ。嘘だ。
おゆうさん。あんなにええ人うち大好きでした。出入りぐらいあるだろう。いや、それにしても多すぎる。それに出入りする奴らみんなしないだこと免ずらなどがある。消え物だ。違う、覚えがある。あれは長州の古高俊太郎だ。長州の大物古高俊太郎は峻烈な拷問に耐えかね、ついに口を割った。それは三条小橋河原町入る商人宿池田屋へ、今夜桂小五郎をはじめ二十数名の尊王攘夷派の志士たちが密かに会合を開くという、またとない情報であった。町方からの情報が届きました。うん、周海は木屋町の四国屋らしいと。何、池田屋ではないのか。町方の家には古高の捕まった松屋に近すぎる。池田屋はおそらく捕うまいと。うん、一理ある。しかし古高ははっきり池田屋だと抜かしたぞ。いや、あんなのは嘘だ。いや、嘘と見せかけて本当のことを言ったのだとしたら、うん、それも一理だ。ではこれで。ああ、ご苦労。局長。局長。どうするとしさ。ことは急を要する。諸藩に連絡して助勢を待つか、それとも新選組を二手に分けるか。しかし若、大使の人員は見た通りこれだけ。残りは大阪出張と屯所の警備に当たっている山並さん以下の大使たち。でもあいにくの食当たりで使い物にはなりませんが、これを二手に分けるとなると敵の人員の方が多くなります。分かってるよ源さん。よし斉藤、所司団に連絡してくれ。は、連絡とても無駄だ。会津桑名彦根松山香川所司団、時を同じくして立つだと。こんなのデタラメだ。奴ら花から新選組だけを突っ込ませる腹だ。よし、近藤さん、諸藩頼むに大事だ。俺たちだけでやろう。分かった土方。ところで集会は木屋町の四国屋だと思うが。俺は池田屋だ。よし、としさん、ここは博打だ。わしは沖田。はい。東堂。はい。長倉。それに周平。はい。この4人を連れて池田屋に向かう。トシさんはその他全員を連れて四国へ行ってくれ。なるほど、特化一個か。ああ。近藤さん、分を。お前もな。
予定の変更でもあったかというようにも見受けられました。やはり四国屋か。念のため池田屋を改める。おいでやーす。おいでやーす。すいませんが、出入り禁止ということで。お出かけのご用は明朝願います。この夜池田屋に会合した尊上景日派の決定は、すなわち一つ新選組の頓書を吸収、二つ捕らえられた古高俊太郎の奪還、三つ頓書の焼き打ちと新選組の壊滅、四つ朝廷から入京許可の取り付け、五つこれらを成功させた後全員恰幅して果てるというものであった。
食い出すな。
待ってみせる。よし、やろう。時は熟しきるまで取りに行っちゃいけねえ。俺はあくまでもあんたを、局長のあんたを守り助ける。やってくれんか。総長職に祭り上げられてからどうもやることがなくて飾りだるまだ。元の副長職に戻してやったらどうだ。と言ったのは本人か。まあ実はな、わしからも頼む。いや、あれはあれでいい。久しぶりだな、土方君。俺に会いに来たのではなさそうだ。サエニか。わからん。火の女に会う。すると風の女に会いたくなる。だが心はまた別の女を求めている。俺は俺の心がわからん。新選組副長とも思えぬ言葉だ。お主に迷いはないと思っていた。一緒に暮らしているのか。あの人は前に亭主を亡くした。こっちへ来て九条家へ勤めたが、長州の男に惚れた。その男は新選組に斬られた。俺の友人だった。俺が死に水を取った。サエ殿は涙を見せなかった。無理に笑って見せるその顔を見ていたら愛おしくなった。俺の力で幸せにしてやりたくなった。この前貴様を打ち漏らした時、俺はもう二度と人を斬るのはよそうと決めた。おかしければ笑え。笑わん。いや、笑えん。二度と刀は抜くまいと思った。だができなかった。ご覧の通り今も刺している。これも運命だ。抜け。七里。
自分の女を抱きに来た男を黙って見逃すわけにはいかぬ。抜け。土方歳三。売人株をいただき京へ登って早一年、この伊助さんのお世話をもちまして、おかげさまで薬問屋に出入りできるまでの身分に。長州村長花見って花見警護人違いですよ先生。この伊助さんは先月このお町さんと春元を挙げたばかりの根っからの町人です。花見警護、豚所まで堂々願おう。足は洗った、見逃してくれ。伊助さん、あった、俺は所帯を持った。今女房の方が大事だ、助けてくれ。小豆は切る。お前さん、どどん切れ、やめて。新選組は人を切らぬと切られるのでしょう。藤堂様は主人を切るのをためらわれた。あなた様はその藤堂様をお救いになるために主人を。松原さん、あんた分かりますか。お町さんは伊助さんを殺されながらあなたの痛みを分かろうとしてる、許そうとしてる。こんなお町さんだから伊助さんは惚れたんだ。いい目をとらったのに、伊助さんもお町さんに負けないぐらいに一瞬だったのに。
消えそうですよ。ほら、かわいいでしょう。この辺じゃとっても珍しいんです。掃除なんですよ、まるで思いを打ち明ける小娘だ。まさか土方さん、趣味が変わったんじゃないでしょうね。お前が会ってる娘のことだ。分かったぞ。町医者半井玄節の娘おゆう、18だ。なんだ、分かっちゃった。俺はそれだけだと思ってた。あの娘と付き合ってるだけだと。だがお前は父親の町医者に通ってることが分かった。お前は時々妙な咳をする。嫌な病じゃねえだろうな。まさか調べたんでしょ。おめえの口止めが来て、あの頑固じじい何も教えてくれなかった。何もないからですよ。掃除、俺はおめえが短い命を、お前本当のこと言え。すごいな、何もないったら。掃除、おめえいけないで血吐いたんじゃねえのか。どうなんだ掃除。違うったら怒りますよ。掃除、頼むから死なねえでくれ。俺はおめえを実の弟以上に思ってる。もしも悪い病気だったら、空気のきれいなとこ行ってとうとう直してこい。頼むぞ。し土方さん、違うったら違います。余計な心配しないでください。どうした。今山崎から聞いた。あの伊藤貸太郎が門人多数を引き連れてこの新選組に加盟するってのは本当か。トシ、その顔、おい、我が新選組を天下に届き始めたらしいぞ。おい見てみろ、伊藤貸太郎直々の書だ。トシ、泣いて喜べ。近藤さん、会う前から伊藤貸太郎ごときに食らい負けしては困る。トシ、どうした。伊藤貸太郎だぞ。水戸学の北進一刀流門弟100人、こいつ学者だろ。気に入らんのか。見客の多い新選組の中で学者多いに結構じゃねえか。今うちの中で師匠御教兵所に通じ、文書の一つも書けるといえば山並圭介ほか6人おらん。文書の書けるようなやつはろくなもんじゃねえ。よし伊藤が、
こいつは爆薬を抱えるようなもんだよ、近藤さん。お前は好き嫌いが激しくていかん。北進一党のどこがいかんのだ。剣は嫌いじゃねえ。だがあの門流には倒幕論者が多すぎる。俺は徳川が好きだ。俺だって徳川は好きさ。だったらこんな徳川嫌いのやつ入れんのはよせ。徳川嫌いと決まったわけじゃねえだろ。まあ、読んでみろ。こんなもん読むぐらいならアホだな今日でも読む。どうし、目くじらを立てるなよ。池田屋の傷も癒えんうちに江戸に出て伊藤貸したらと話をつけてきた。それじゃ東堂がかわいそうじゃねえか。東堂？東堂平助はいい男だね。あいつは人間に裏がねえ。人の悪口、陰口というものを言ったことがねえ。東堂君、今何と言われた？東堂君、貴君は由々しきことを言っておられる。近藤勇、土方歳三の両名は裏切り者だと。どういうわけです？はい、伊藤先生ならすでにご存知のはず。先年彼らは我々と同盟を結び金の上位を誓った。しかるに近藤土方はいたずらに幕府の総区となって人を斬るのみ。当初声明したる陣中報告の目的を忘れています。同志の中で憤慨している者も多々おります。それでこの伊藤に何をさせたいと？されば計画があります。おう。まず先生の入隊を前提とした上で、第一に近藤土方の暗殺、第二に伊藤貸太郎先生の新選組局長就任。東堂君、いかがです？その前に二三聞きたいことがある。まず土方歳三、この男はどういう人物ですか？愚物です。おう、愚物としか申しようがありません。王の尊ぶべきを知らず、異敵の恐れるべきを知らず、時世の急を知らず。ただこの男の天地には新選組あるのみで、隊の強化と人を斬ることばかり考えている。なるほど。東堂君、貴君はいろいろ言われたが、つまりは新選組が人間性を失った、人の心を失ったと。いや、隊の行く末は後のこと。今必要なるは先生のご出馬です。先生のなさることは天下の愚物を斬る、この一言。新選組は一人土方のものではありません。
なぜ来た。母上既得とのその方からの手紙を受け取り、何は差し置いてもと寄付の支度をいたしておりし、ところへ早かごにて奥方ご到着の知らせ。もしも母上に万が一のことがあれば、弔いを置いてくるようなそなたではあるまい。どうした、母上ご病気は嘘か。申し訳ございません。新選組ご入隊と聞き、お身の上があまりに心配であの手紙を出しましたが、あなた様のご気性からしてきっとお叱りを頂戴すると思い直し、京へ登ってじきじきにお願いしようと。そなた、私にやめようと。恐れながら新選組はあまりに悪評が立ちすぎております。人斬り集団、鬼軍団、血に飢えた老子組、江戸で新選組をよく言う者はございません。余計な差し出口だとお怒りでしょうか。どうか梅の言い分お聞き届けくださいまし。あなた様の伊藤貸し太郎のお名が汚れます。何とぞ。新選組への入隊やめよと申すのか。はい。私の名が汚れるゆえにやめよと。離縁を覚悟でこの京まで駆けつけた、そう申すのか。はい。梅。はい。離縁じゃ。先生を大名にする大名にするっておだてあげたのは土方さんですよ。悪いのは土方さんだ。違う。俺は新選組を会津や薩摩、長州、都州といった大半と対等に渡り合える同格のものにしたいとは思った。それには局長に大名の気ぐらいを持たせることだと思ったんだ。俺の目的はお前近藤を大名気分にさせることなんかじゃねえ。おやおや大名気取りは早すぎる。天下の騒乱が終わってからのことだ。少なくとももうちょっと長州討伐をやって奴らの領地を半分でももらってからのことだ。でももういいよお前、もういい。驚いたな。本気ですか。何がや。いや今言ったこと、長州の領地の半分を新選組がもらうって話です。物の例えだ。武士が先行によって領地をもらうというのは源平以来の習いだ。何がおかしい。変わってませんね、土方さん。まるで祭りの喧嘩、あの頃のまんまだ。当たり前だ。俺はただの喧嘩師だ、職人だよ。獅子でも何でもない、天下国事も考えないようにしてる。
俺は新選組を天下第一の喧嘩にするだけだ。すると伊藤さんは違う、近藤先生も違ってきたのかな。そんなことは知らん。俺はあの人を助けるのが仕事だ。だがな、総司、近藤さんがもしも新選組を捨てるようなことがあったら、その時は俺と近藤さんの別れる時だと思ってる。そう遠くはないかもしれん。伊藤貸太郎が入ってきて奴に人気が集まってきてる。近藤が一人大名気分でのぼせやがってじゃ、いずれ隊は壊れる。嫌われ者が脱走するのに、山並さんはみんなから好かれていた一番の人望があった。その人が逃げて嫌われ者が残ってる。
どうしても江戸へ帰るというのなら刀をお抜きください。私はここで切られます。いやいや、切られるのは私の方だ。君のその腕にはまだまだかなわないよ。寒い夜だ。山並さん、一つ聞いていいですか？なんだね。なぜ逃げたんです？命かな。命？新選組がなぜ人を斬るのか私には分からなくなった。私たちは上位の先駆けになると誓って決命した。その新選組が上位決死の死を求めては斬りまくっている。私は昨日ね、この手に小さな男の子を抱いた。生き生きと生きていた。生きている感触だった。沖田君、私たちは京へ登ってから一度でも生きている感動を味わったことがあるかね。沖田君、私たちは命のために一度だって何かをしたことがあるだろうか。人を斬る。少なくともそれは私がやりたかったことではない。人を斬らねば成就できない目的があるとすれば、その目的は間違っているのではなかろうか。私には分からなくなってしまったんだよ。
王子。はい。俺はどう思う？鬼かな。ああ。人間じゃねえってのもいるぞ。そんなことありません。土方さんは土方さんですよ。見事な体勢だ。伊藤先生、こういうことになると土方君は得意中の得意です。こちらへ。参謀職伊藤貸太郎、これは相談済みのことである。その他伊藤派の幹部の席の割り振りも全て伊藤の意向を汲んである。新編成では除菌を廃し、幕府歩兵を参考にした伊藤の意見を取り入れ、フランス式軍政に似たものにした。これは土方歳三一流の新旅遠望ともいえる伊藤貸太郎懐柔策でもあった。要件は何だ？新選組生まれ変わったそうだな。祝儀だな。長年の決着をつけてやる。いつ？俺が決めては疑うだろう。任せる。後日ではおかしな水が入る。今すぐはどうだ？よかろう。土方まずい。人が来た。分かってる。どうやら貴様を信じすぎたようだな。俺の周りには親切者が多い。だが礼儀知らずだ。流儀は相手に合わせている。貴様がいなくなれば今日の街は静かになる。俺は都のために働いている。よくしゃべる。
通報がありましてね。なるほど。一人の手です。切り口がみんな同じだ。分かりやすい癖がある。あ、着物が変わっていますね。なんだか線香臭い。あいだ、それに怪我もしている。この人まだ生きてますよ。まだ息がありますね。大丈夫、手当てすれば助かります。あんた一体誰の差し金で切りに来たんです？聞こえません。貸したろ。伊藤貸したろ。太陽、出たい？同志とも語り合ったのですが、貴公らと我々とでは考え方が違う。それが最善の策ではないかと。伊藤先生、局中法度には太陽出る者は切腹とあるのをご存知ですか？もちろん。ただ土方君、我々は新選組を出るのではなくて割るのです。割る？さよう。我々は人数が多い。何人ですか？見ていただく方が早かろう。諸君、伊藤貸太郎は孝明天皇陵の御陵絵師を拝命。伊藤は一党を引き連れて新選組を離脱、
東山高台寺に本拠を置いたことから高台寺塔と呼ばれた。この頃から新選組隊内において処刑者が続出し始めた。これは土方歳三が先に定められた局中法度に基づく掟を厳しく執り行ったためである。調べてもらいたくてね。ある大使の不義密通だ。その大使は自分で手にかけた長州浪士の御家さんを手ごめにしてとうとう自分の色女にしてしまったというな。どうかね、松原君、調べてもらえるね。噂は誤解だが、それもまた私不徳ゆえだ。すまん。お待ちはあなた様の優しさ身にしみて幸せに思っております。ご出世遊ばれたそうで。あんなものは時勢の成り行きです。伊藤貸太郎様の高台寺塔は天使様のご神兵、土方様の新選組はご公儀の。成り行きだな。町の人々は新選組と高台寺塔がいつ戦をするのかと噂し合っています。私はあなたとそんな話がしたくてここに来ているのではない。あの晩私はあなたに助けられた。あなたはあの時の礼さえ私にまだ言わせてくれようとはしていない。目の前の怪我人にお薬を貸しただけのこと、礼をいただく筋合いはございません。まったく氷のようなお人だ。あなたはいつも雪の中から出てきた。それも私に迷いのある時に限って現れた。
憎んでいますか、この土方を。お雪殿、話をさせてください。下がっていい。あ、おう、当時、将軍家が政権を投げ出した。どうする？近藤さん、局長のあんたがそんなことでは困る。大政奉還といったところであんなのは紙っきり一枚だ。将軍も幕府もなくなったわけじゃない。新選組のやることはまだ山ほどだ。おお、いいよな。うちはすっかり良かったな。いや、伊藤先生、実に素晴らしい。大いにやりましょう。いやいや、近藤君、すまんが先に行ってくれませんか。私は少し酔いを覚ましてから行く。そうですか。しかし伊藤先生、国事のために死ねるのは男子の本懐ですから。失礼。ああ、失礼。うわっ、近藤さん、あんたは豚所へ戻っていた方がいい。後を頼む。奴らが伊藤をこのままにしておくことはない。
土方さん、新選組は臆病を嫌ってこれまで何人も切ってきた。私は果たして臆病はそんなに悪いことだったんだろうかという気がしています。今も血を吐きました。敵の刃の下で込み上げてきた。その時私は初めて身がすくんだ。怖いと思ったんです。私は臆病になりました。土方さん、切りますか。私は生まれて初めて臆病になった自分が嬉しかった。もうないと思っていたんです。それがまだ私にも人並みに怖さを感じられた。掃除、もうその話はよせ。土方さん、あなたは無理をしている。そんなにまでして人間身を殺して手に入れたものは何ですか。ご満足ですか。町の噂では新選組の近藤勇、油の工事で伊藤貸太郎を切ってからというもの、どう失っておかしくなったとか。
長州薩摩の連合軍に敗れた幕軍はここ大阪城にまで追い詰められた。近藤勇はどこです。近藤勇、どこの近藤勇だ。バカ野郎、近藤勇といえば新選組の近藤勇だ。そんな奴は知らん。何、お前もバカだ。行け近藤さん。おう、トシ。近藤さん、肩どうだ。肩は骨が砕けた。でもまだ使えるぜ。将軍と会津知事長が兵を捨てて船で逃げた、知ってるかい。知ってるよ。今みんなして笑ってたとこだ。俺たちなんだろうってね。8月18日の政変にしても金門の変にしても、俺たち御所を守って戦ってきた。あん時は長州は賊軍だった、薩摩はこっちの味方だった。それがさ、その薩摩と長州がいつの間にかくっついて、天使様があっちに行っちまって、俺たち気がついたらいつの間にか賊軍だってよ。え、賊軍。それでも上様守ってるつもりだったんだがね。その上様と会津の中将までがドロン。トシ、俺たち新選組は一体誰のために戦うんだ。おい、その方はいつ使え。医者があと一月だとよ。よし、では一月で戦ができるな。トシ、答えろ。俺たち新選組は誰のために戦うんだ。セスト聞いた。セスト聞いた。
再起は向こうへ戻ってからだ。策を練り直し陣を立てる。出発まで丸一昼夜ある。それまでは自由だ。存分に遊んでこい。おお、よし、ありったけの女に会ってくるか。腕が鳴る腕が鳴る、行くぞ。トシ、お前はどうする？俺は別に行くところねえから、ソジの様にでもいてやる。おゆきというそうだな。ソジから聞いた。あんの野郎、いつの間に。言ってやれ。ソジにお前にそういうように頼まれた。ソジの面倒は俺が見る。近郷を命ぜられ、近藤勇は
大望の大名閣に取り立てられたが、それは崩壊寸前の幕府が乱発した空手型の一つである。甲州の合戦に敗れた新選組は敗残の身を武州流山に潜めたが、ついに大解散という最後の瀬戸際を迎えた。江戸へ？そう、江戸へ戻って戦う。本来ならば家臣同様の君たちと私も一緒に共にせねばならんのだろうが。近藤さん、家臣同様はやめてもらおう。新選組がなくなった以上、あんたは局長でも何でもない。それにもともと主従関係はない。同志だ、同志ね、近藤さん。分かったよ。同志はどうする？私は会津へ行く。江戸で戦は無理だ。会津ならまだ目がある。無理ではない。では君らだけで一目。私は私の道を行く。やむを得まい。近藤さん、世話になった。日野の昔に戻った。しかし井上源三郎は死んだし、沖田総司は病だ。なんだよ近藤さん、元気ねえじゃねえか。そんなことでは困る。なあ近藤さん、俺とあんたさえいりゃ。どうし、俺はもう踊らねえよ。おめえのそのセリフで俺は散々踊らされた。今度は自分で踊りてんだ。近藤さん。だからここで勝手ということにしようじゃねえか。おめえはおめえの道を行け。俺は俺の道を行く。別れよう。おい近藤さん。世話になったな。おい、どうし、俺を自由にさせてくれ。おめえは新選組という組織を作った。そしてその組織の長であるこの俺まで作った。だがな、京都にいた近藤勇は本当の俺じゃなかったような気がするんだ。俺は本当の自分に戻りて。自由にさせてくれ。近藤さん。どうし、祭りの喧嘩面白かったぜ。
掃除。明治の世を迎えていた。取り戻せ。